はい、どうもサシコンでございます。サシコンベースボールマガジンへようこそ。今日はね、今日は違うよ。この日、この動画撮ったの日は9月23日。その次の日はですね、T 岡田、足立さんの引退試合で、まあ、小田裕也、比嘉さんの、引退日っていうか、まあ、みんなで引退しましょうって感じになりましたね。はい、これね、もうかっこいいなぁ。もう、本当皆さんありがとうございましたと言いたいところですがね、まあ、この日はね、違います。これは前日なんでね、あくまでも。で、この日はですね、ソフトバンクですよ、ソフトバンク。ありがとうございます。本当ありがとうございます、皆さん。もう、引退試合、ちょっと見に行ったので、それもね、またレポートさせていただきます。レポート動画、ちょっとね、もうちょいお待ちください。そんなことは置いといて、これ過去のね、写真。もうちょいカメラの画角なんとかならんかったかい、ちょっと。もう顔が首切れてるやないか、お前。何してんねん、本当に。この日は、あれですわ。だからソフトバンクが優勝する日ですね。うん。で、オリックスの先発ピッチャーは、佐伯さん。うん、育成からだね、本当、明太っていうとこなんですけどね。もう、やっぱもうソフバン、もう流れて、いや、最初ね、オリックスが点取ってね、今日は、ソフトバンの優勝は免れるんかなって思ったんですが、そう、最初は勝ってたんですよ、本当、これ信じてください、本当勝ってたんですよ。でもね、なんか知らんけど5、6回ぐらい、だから俺がちょっと飯ね、フードかなんかを買いに行こうとしてた時にさ、もうあれよあれよと、そう、最初はソフトバンが1点取ったんか、でその後逆転するわけですよ。そう、この日岡田ね、 T がね、まあ、出てないのに岡田さん T のね、その旗を振り上げてましたからね。逆転、そう、逆転、ありがとうございます、本当に。嬉しいね。で、この日のね、キャッチャー、福永君、西寮ではなかったですね。そう、若月が確か怪我で、当分、ね、ちょっと、遠のいててね、森友哉もいなくなって、もういきなり3点取られましたからね、もう、何してんねんって。で、ここからですよ。ここから、もうそのピッチャーのもう、交代劇が始まるんですよ。この日もめちゃくちゃピッチャー交代して、山岡も出てましたからね。どんどんね、で今4点取ったじゃないですか。この日も川瀬兄弟の、前回の動画もね、もう川瀬出てましたけども、川瀬兄弟の対決、まさかこの日に見えるとは思いませんでした。やばい、もうすぐで優勝だ。で、6回に一応木田くんがね、ホームラン打ってくれて、なんとか救われたかなと思ったんですけどもね、これ、ね、もうひどい話だよ。あんまりもう、相手チームの優勝なんか見ないんだけども、いや、これ見てください。俺はちゃんと YouTube のためにさ、こうやって動画に残すんだけど、もうこいつら別に YouTuber でもないのに、みんな動画撮るんですよ。相手チームの優勝の様子を。ふざけんなよと。お前たちはファンだろ。お前らソフトバンクファンかよって思っちゃったよ。で、それに、プラスの横にいたのに黒色の服のさ、デブのババアがさ、うるさくてさ、もうソフバンの選手、まあ、ビジターだからさ、ユニフォーム黒色じゃないですか。もう、そいつら、ソフバンの選手対してさ、お前たちはゴキブリかーみたいな感じでさ、なんか寄ってるんか知らんけど、ほんとうるさくてさ、マジでしばき倒そうかなって思った。俺ね、今日、この日ね、ソフバンが優勝したことに俺怒ってるんじゃなくて、横にいたババアがすげえうるさくて、で、後ろにいたおっさんも、ずっとブツブツうるせえなって言っててさ、いや、もう、お前も直接言ったらええやんって思ったけどね、まあ、俺は直接言ったんだけどね、ちょっとうるさいですって。いや、うるさいですっていうか、なんやろね。あんまり相手のチームをそうやって、いくらプレ、全然ひいきしてない選手、プロ野球チームだからといってさ、そういう選手の目を傷つけるのは良くないですからね。いやー、でもソフトバンの優勝は本当おめでとうございました。ちょっとまさか現地見れてしまうとは思わなかったね。まあ、翌日はね、T さん、足立の引退セレモニーで、ね、で、あと、小田さんと比嘉さんのね、挨拶するのかというわけですね。まあ、皆さん分かってると思うけどね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。